どうも、ハチュリマスです。今回はこちらの爬虫類市場で迎えた地中性の虹色に輝くヘビ、サンビームヘビの飼育環境を作っていきます。僕の動画を見ている方ならお分かりかと思いますが、実はこの種類のヘビはすでに飼育していて、過去に飼い方動画も投稿しているんですよね。ではなぜ迎えたのかというと、シンプルに一目惚れしたからです。ちょっと今はね、脱皮前で真っ白になってるんですけど、見た時は本当に美しくて、さらに僕が今飼育している個体よりも一回りくらい大きいいいサイズだったんですよね。で、あと 3B ベビー自体 CB 化が進んでおらず、繁殖に成功している人もいないという話を聞きまして、この個体もベトナムの野生個体になります。野生個体というのは CB 個体と違い、怪我をしている個体もいるのですが、この子はね、怪我があまりなく美しかったのと、僕自身 3B ベビーが好きなんでお迎えするに至りました。ただ今回もまた同じような飼い方を動画で紹介する必要があるのかと言われると、今回はね、違う飼育方法をしていきたいと思いますので、そちらを今回紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ではここから飼育環境を作っていきたいんですが、使用する飼育ケージは前回同じくこちらのレプタイルボックスと呼ばれるもので、アクリル製でできているんで透明度が高く、さらにプラキに比べて傷がつきにくいので、いつまでも綺麗な状態で観察することが可能になっています。蓋はこのようにスライド式になっていて、でさらにここの部分にマグネットがついているんで、このマグネットがこうカチッと閉まって、生体の脱走防止にもなっています。で、穴自体もそこまで小さくはないんで、上の蓋も通気性もそこまで悪くはないかと思います。で、全体がこのようにクリアになっていて、上から見た時もこのように透明になっているんで、観察がとてもしやすいケージなんで、個人的にすごいおすすめのケージになっております。で、飼育ケージが用意できたら、前回では床材をピートモスと呼ばれる土のようなものを使用していたんですが、今回はこちらの市販で売られているようなペットシーツを使用していきます。で、 3B ベビーの飼育は飼育者によって飼い方が異なっているみたいで、それぞれにメリットデメリットがあるみたいです。簡単に紹介すると、こちらが今飼育している 3B ベビーの飼育環境になっております。で、こちらがピートモスと呼ばれる土タイプの床材になっているんですけども、このような飼い方ではメリットが、本来 3B ベビーが地中性のヘビなんで野生環境を再現することができる、中性を促すことでストレスを緩和させられることができる、湿度管理がしやすいなどがあります。逆にデメリットは、誤飲の恐れがある、皮膚の感染症を引き起こす場合があるなどがあります。で、今回のようなこちらのペットシーツを使うような飼い方では、メリットがヘビの状態を確認しやすい、衛生的に飼育することができる、誤飲の恐れが少ないんですけど、ただペットシーツでも誤飲する場合があるんで、そこは注意してください。あと、これあまり知られてないんですけど、ペットシーツもね、湿らすことで湿度管理もできるんですよね。まあ、そういったメリットがあります。逆にデメリットは、地中性のヘビなんで潜らせることができないんですよね。なので、その部分によって飼い方が違うのかなと思います。で、今回は実際にペットシーツで飼育してみてどうなのか僕の中で見極めたいので、このペットシーツの飼育方法をしていきたいと思います。今後の成長記録で気づいた点などがあれば紹介していきますので、よろしくお願いします。では、こちらのすでにいる 3B ベビーの飼育環境はちょっと横に移動してもらって、こちらの新しい飼育環境を作っていきます。で、ペットシーツをこの中に入れるだけなんですけど、ちょっとね、前にこのペットシーツを切ったら中のね、粉みたいなのが出てきてちょっと大変だったんで、もうね、ちょっともったいないんですけど、切らずにこのサイズで入れていきます。はい、入れることができました。ちょっとね、白飛びがひどすぎて分かりづらいんですけど、一応このように全面ペットシーツを敷くことができました。では、次にこの100均で売られているようなタッパーの中に水を入れて、水入れを設置してあげます。ちょっと大きいか、あ、ギリいける、ギリいける、うん、ギリいけるのか、これは。あ、いけたいけた。はい、こんな感じです。で、水入れ自体は 3B ベビーが水に依存しているような種類のヘビではないんで、全体が入れるというよりは水が飲めたらいいかなぐらいのサイズで大丈夫みたいです。で、このように飼育環境はこれで完成なんですけども、今回の子はちょっと脱皮前なんで、霧吹きをして湿度を上げてあげます。はい、こんなもんかな。では、この中に今回迎えした 3B メビを入れてあげます。はい、こちらが今回迎えした 3B メビです。若干ね、まだ脱皮前でもこのように虹色に輝いておりますね。で、ヘビって脱皮をした直後が一番綺麗なんですけど、もうね、その美しさはやっぱり飼育している人にしかわからないんですよね。やっぱりそういう脱皮をした直後なんで。なので、またね、脱皮をした瞬間を撮影することができたら、その美しさをね、ちょっと動画で紹介したいなと思います。
で、あまり知られてないんですけど、ヘビってね、目の部分も脱皮するんですよ。なんでこのように目も、真っ白になっております。で、三尾ヘビって他のヘビと違って顔がね、独特なんですよね。可愛くないですか。この扁平というか平べったい顔で、目もね、つぶらな瞳なんですよね。いや、本当に可愛い。大きさはね、このように、まあ、ちょっと一回りぐらい今いるこの子より大きいかなという感じになっております。はい、いや実に美しい。こっからね、無事脱皮してくれることを祈りながら、この飼育環境に入れていきたいと思います。はい、どうぞ。ちょっとね、思ったのが、ベッドシーツだと狭く見えちゃいますね。土をね、入れるやり方だと、その分生活できるスペースが増えるんでいいんですけど、このベッドシーツの買い方だと、この底面積しか生活するスペースがないんで、ちょっと今気づいたんですけども、狭く感じちゃいますね。なのでその部分も、まあ、メリットデメリットに入ってくるのかなと思いました。で、今後このベッドシーツで飼育する方法を続けていくのであれば、レプタイルボックスのさらに大きいワイドタイプで飼育してあげたいと思います。で、まずは今回は少し様子を見るということで、この飼育環境で飼育していきたいと思います。では蓋をしてあげて、で、僕は飼育している子たちは全員ね、ネームシールを制作してケージに貼るようにしております。はい、ネームシールはこんな感じです。種類の名前と産地、学名、飼育開始日を貼るようにしております。では貼ってあげましょう。これ結構ね、平行に貼るのめっちゃ難しいんですよ。全体を俯瞰して見ながら貼らないといけないんで、はい、OK、 多分まっすぐ、ごめん、はい、まっすぐ貼れたかな。はい、ということで今回の動画は終わりなんですけども、最後に質問コーナーをやっていきたいと思います。まず1つ目が、イベントに行って飼うとき、人工フードだけで育てている方はいるのでしょうか。できれば生きた虫ではなく人工フードで育てたいと思うのですが、かわいそうなのでしょうか。これについては、最近の爬虫類イベントに行って驚いたのが、ヒョウモントカゲモドキやニシアウリカトカゲモドキが入っているケースの蓋に、人工飼料に餌付いていますや、人工飼料だけで飼育していますというステッカーが貼られた状態で販売されているお店があるんですよね。なので、人工飼料だけで飼育されている子たちを迎えたい場合は、そういったお店を探すか、お店の方に聞くのが一番かなと思います。ただ僕も今も検証中なんですけど、人工飼料だけで修正飼育というのは栄養的には問題ないんですけど、飽きる場合があるんで、虫を与えないといけない日が来るかもしれないということは頭に入れておいた方がいいですね。かわいそうかどうかについては、正直生き物を飼育すること自体が人間のエゴで、野生個体だと広い自然環境から無理やり連れてこられて狭いカゴで飼育されたり、 CB 個体でも人間が好むモルフのために掛け合わされたりと、考え方によっては餌をいつ食べられるかわからない、天敵にいつ襲われるかもしれない厳しい自然環境からちゃんと餌を食べられて、衛生的かつ健康管理もしてくれる飼育環境は幸せかもしれないけど不幸せかもしれない、かわいそうではないかもしれないけどかわいそうかもしれない、それは人間が生き物を考えていることを理解できない限りわからないことなんですよね。なので重要なのは、自分がその子に対してどのような飼育をしたいのかが重要かと思います。人工飼料だけで飼育するということに対して、かわいそうだというふうに批判する方がいますが、虫に比べて栄養バランスが良いことや、虫よりも食いつきがいい個体がいることなどを考えると、やはり実際かわいそうなのかどうかは分かりませんし、飼育者によってそれぞれ飼い方や考え方も違うので、明らかな虐待や劣悪な飼育方法を除いてそこを批判するのは違うのかなと、個人的に思います。では次に、ウェットシェルターの水とかって軽き抜きって必要ですか。売ってる天然水を使った方がいいですか。これについてよく聞かれるんですけども、そもそもなんで軽き抜きをするかというと、本来魚たちを飼育している方が軽き抜きをするんですけど、軽き抜きというのは水道水に含まれた亜鉛素を抜くことで、魚っていうのは水中の酸素を取り入れる際にエラ呼吸をするんですけども、その軽き抜きという塩素抜きをしないと、水道水に入った塩素が魚たちの呼吸系に入り、呼吸器系の細胞を破壊するんですよね。で、破壊された細胞は長い間復活できないので、そのため魚にとっては命に関わる問題なので、水道水を使う際は軽き抜きをした方がいいと言われてるんですよね。で、爬虫類たちに関しては、特に水道水を舐めたからといって何か問題が起こるわけではないんで、気にしなくてはいいんですけども、もうどうしても気になる方は軽き抜きをしてもいいと思います。ただここで注意点が、市販で売られているような軽き抜きをするための薬剤を使うと、もしかしたら生態たちに何か影響があるかもしれないんで、そういった薬剤は使わない方がいいです。ではどうするかというと、踏み置きとかの方を使って軽き抜きをするようにしてください。では3つ目が、これからヒョウモントカゲモドキを飼おうと思っているんですが、聞く話では外来種だから飼育申請がいると聞いたのですが、飼育申請は必要でしょうか。これについては、ヒョウモントカゲモドキを飼育するからといって、どこかにこの
外来種を飼育するから飼育許可を出してくださいっていうような申請はいらないかなと思います。多分この方は特定動物とか特定外来生物とかと何か間違っているのかなと思うんですけども、ただ僕も確かなことは言えないんで、何か間違ったことを言っていればコメントで指摘してください。では次がヒョウモントカゲモドキを飼おうと思っているんですが、ベビーの子を飼うならいつから餌をあげた方が良いですか？誰でもいいので教えてください。これについての動画は過去に爬虫類を迎えた時にやってはいけないことっていう動画かな、それについてお答えしてるんですけども、迎えたばかりの爬虫類はまだ環境に慣れていないんで、迎えたばかりにハンドリングとか餌を与えるともしかしたらストレスによって吐き戻しとか消化不良を起こしてしまうかもしれないんですよね。このことから基本的には 2,3 日間を空けて飼育環境に慣れさせてから与えるのが良いかなと思います。では最後が冬のレプタイルズフィーバーでレオパを迎えるんですけど、ケージが広いとレオパにストレスがかかるのは本当なんですか？これについてはじゃあ野生個体はどうなるのかっていう話になるんで、広いからといってストレスがかかるっていうのはないかと思います。ただどうしても広すぎて気になるっていう方はシェルターを入れてあげたりすると隠れることができるんで、ストレスっていうのは緩和されるかなと思います。では以上で今回の動画は終わりなんですけども、これからこのペットシーツでの飼育を続けていって何か気づいたこととか伝えたいなということがあれば更新していきたいと思います。でもちろんピートモスで飼育している子もこれから更新していきたいと思うのと、あと他にもいろんな子たちを飼育しているんで、よかったらそれを見ていってください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。